どうも。
そして私たち悲しみ、各平和都市政権というものを掲げています。私たちの探しではもう核のない機会を、戦争のない機会を、平和な続きを求めてそのために頑張っていくんだという、そういう誇らしい宣言を出しています。私がこの探しを本当に誇りに思っています。でもその宣言はただそうやって紙に書いて、あるいはネットで見られるだけでは本当に彼の絵の形に書いたものです。平和を求めるというのはレトランドではありません。よく平和憲法が大切だというふうに言いますと、お花畑だというような批判を受けることがありますが、この平和憲法というのは現実に戦後70年間の間、私たち日本人をさまざまな戦争あるいはテロの災いから多く守ってきてくれました。今海外でたくさんの日本人が紛争地帯、戦争地帯でも活躍をしています。 NGO あるいはボランティア、いろいろな形で海外で困っている人のために、そして受け止め、助けてみよう